こんにちは、K バイトの横山です。今週はビクトリアマイルですね。関東馬の調教を、解説していきたいと思います。まずはですね、アーモンドアイですね。まあ、早いところは先週、今週の2週間だけなんですけど、非常にいいムードですね。先週はちょっとがむしゃら感があってまだ力みがあったんですけど、今週は本当に自然体の走りで、もう流れるようなタッチで、それでいて時計もね1秒半詰めて、5波論 63.8 度、もうとにかく体の使い方、柔軟性、バランスですね、左右の気持ちの乗り、すべて100点に近いと思います。いろいろありましたけど、レース感覚も空きましたけど、自分の力、本来のポテンシャルは今回出せると思います。続いてアルーシャ。まあ競馬ね、少し間隔空いてるんですけど、しっかり乗り込めてますし、本当ね我慢が効いてストライドも大きく走れてるんで、この馬なりに、体調はいいと思います。コントラチェック、まあ稽古ではね結構引っかかっていくことも多いんですけど、先週今週としっかり我慢が効いてましたし、非常にね前のグリップが強くて、まあ調教左回りでしたけど、左回りでも加速がスムーズで全然問題ないと思いますね。大敗後でですけど、この馬もね、いい状態に戻ってると思います。シャドウディーバ、ちょっとですね、ちょっと全体的に硬さを感じますね。少しなんか気持ちと体が連動してない感じを見受けられました。あまりね、状態は良くないのかもしれません。続いてトーセンブレス、まあ今年競馬4回目になるんで、本当体調を整える程度の内容なんですけど、非常にねリラックスして、体つきもねふっくらしていい感じです。ノームコア、前回よりはいいですね。調教はね全くウッドでは動かないタイプなんですけど、先週は追走して2馬身の先着、今週は単走でしたけどね、非常にね前しっかり使ってキック力も感じられましたし、すごいね回転速くていい感じだと思います。これも、プリモシン、まあ、一時ね調子崩れてる時は調教もねちょっと地味な感じでしたけど、非常にね良くなってきましたね。体大きく使えてますしね、ほんとシャープな回転でね、軽やかに今週も先着してました。レーン騎手はね1回乗ったってことで、まあ乗り難しい馬ですけど、1回またがれたってこともプラスだと思います。非常にね呼吸は合ってたと思います。以上が関東馬ですね。関西馬もねいろいろ見ました。見まして良かったのがサウンドキアラ、これはですねほんと無駄がないですね。去年の、まあ、去年のビクトリアマイルは7着でしたけど、その頃の荒々しさみたいのが取れてね、非常に滞空時間の短い軽快なピッチ走法なんですけど、無駄な動きしなくなりました。その分ね前に行く力っていうのがね強く出てきて、3連勝しているなっていうのが分かる気配でした。あといまいちだった馬はラブズオンリーユーですかね。まあ、実績的にはねちょっと軽く扱えないところなんですけどね、やっぱなんか気持ちがまだ乗り切れてない感じで、モサモサした感じでね、反応しきれてませんでした。ここはどうなのかなってとこありますね。あとはスカーレットカラーもね、先週は良かったんですけど、直前はねちょっと小手先だけの走りで状態うまく使えてない感じがあったんで、このあたりがね人気上位ではちょっとね状態どうなのかなっていうところです。ということでアーモンドアイはほぼ完璧だと思います。本当ねメンタルの部分だけだと思います。いろいろねアクシデントが続いたんで、その分中身がどうなのか、気持ちの中がどうなのかっていう部分はありますけど、見た感じではね、動きは最高潮にいいと思います。以上です。